鹿島さんおはようございます。西さんおはようございます。いやー、9月ですね。はい。いやー、もう大晦日になりました。いやー、もう大晦日来ましたね、今年ね。今年1年、ね、もうありがとうございます、本当に。いやいや、はい、本当にね、1年健康でいられたことをね、はい、お互い良かったなと思います。はい。鹿島さん、先週って、ちょっと私もあれだと、昼からなんですって、台風もあって。そうですね。そうですよね。確かお休み。そうなんです。もともと、ちょっと先週はですね、昼からなんですの後に何本か、仕事がありまして、その移動がまず、あったので、もともと1時間半ぐらいしかできないなっていうのと、これ、プラス台風で、ちょっと交通機関もどうなんだって言って、ね、大事の大事をとって、なるほど。お休みをいただきまして、はい。そうですよね。いや、なんか、ダースさんもね、ちょっと体調を崩されてるのかな、なんていう。その後ね、なんかツイート、ポストもあったりしたから。心配なんですけども、うん。ちょっと心配ですよね、なんかね、と思いながらですね。私も。まあなんかね、こう、台風をめぐる一週間だったじゃないですか、いや、そうです。本当にそうです。はい。その通りです。で、なんかその、イメージ的にはやっぱり、こう、直撃、まあもしくは近づいてる場合、なんかプロ野球とか早めにね、この週末の3試合は中止しますみたいな、いろいろこう対応策取ってましたよね。うん、ああ、そうですか。なるほど。結果的にそんなに直撃とか雨の量とか風はひどくなかったけど、でもやっぱり移動の部分とかあるじゃないですか、お客さんのね。そうです、そうです、そうです。それ考えると、まあこういう、この配信でも、8月9月の興行イベントっていうのはこれから大変になるなって。そうですね、クール。いや、本当に本当に。私はね、金曜日の日に、飛行機を取ってたので、無事というか、関西圏には、台風差し掛かってたんです。ちょうど瀬戸内海かなんかに、いたのかな。当時、台風10号が。で、飛行機自体はね、普通に飛びまして、お客さんも逆に少なくて、フライトもそんなに、入れたりとか、機体が入れたりとかもなく、無事、大阪に、夜着きましたけどね。まあ、雨は降っておりましたけども、大阪も、あ、どうぞどうぞ、ミスさん。はい。あ、大阪もね、それほどではありませんでした。雨風ありましたけどね。そう。だから僕なんかスポーツ新聞も好きですからね。はい。こういう時、やっぱり野球選手の移動とかを詳しく書いていて、すごく興味深く読んだんですよ。はい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 。プロ野球選手ってほら、東京、にフランチャイズもあれば、大阪にもある、北海道にもある、九州にもあるで、要は、一年中旅をする仕事でもあるじゃないですか。そうですよね。そう、キャラバン。それで、しかも大人数だから、ああいうところの球団のマネージャーさんっていうんですか？はい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 。の仕事っていうのがこういう時、ものすごく、やっぱりクローズアップされてきて。なるほどなるほど。やっぱりこう、例えば、まあ火曜日、水曜日が中止になったら、次の日大阪だとしたら移動しなくちゃいけないじゃないですか。そうですね、その通りですね。でも台風だから早めに移動したんだけど、でもやっぱり移動したはいいが、新幹線なんか静岡あたりで止まっちゃって。あらあら。缶詰になっちゃって。あら。で、選手によってはなんか小田原かなんかで、降りて、別の。車で、また東京に戻ってくるとか。うわー、大変。まあ、もしくは東京に、新幹線がやっぱり東京に U ターンして、ホテルを1日取って、1時間ですよ、しかも。朝5時に東京に着いて、6時からまた始発の新幹線に乗るっていう、そういうエピソードがやっぱりいろいろ各チーム書いてあるんですけど、なるほど、なるほど。でもその手配やるの全部マネージャーさんとか、球団の裏方の方ですから、すごい仕事だなと思いますね。いや、そうですね。あと、それを取材されてる方もすごいですね、多分ね。取材とか多分聞かなきゃいけないでしょうから、だから人によっては、こう、飛行機に乗り換えたりとかね。この状況判断というかすごいなと思いましたね。そうですね。多分ああいうのって日頃からなんかお得意様じゃないですけど、うん、JR にしろね、飛行機会社にしろ、なんかパイプはあるんだろうなと思いますけどね。まあそのホテルにしろとかね、いろいろ。そういうのずっと読んでましたよ、この編集は。大変だな、これ移動って。そうですね。俺なんかせいぜいダーさんちの移動ですけど、ダーさんちの移動だけでも大変なのに。いや、もちろんそうです。何かあったらね。いや、もうイベントもそうじゃないですか。そうです、そうです。ね、長野の方からね、戻られてとか、そういうのあったじゃないですか、そういうのね。ありましたね。ねえ、そういう大変なあれがとか。だからそれ考えると今イベントはね、まだ、もし直撃したとしても演者さえその箱につけば、そうですね。配信ライブっていうのがありますのでね。本当これ、コロナ禍の無観客でやってたものですから。そうですね。まあ配信だけでも最悪いいかみたいな。まあだから変わってきましたよね。そうですね。いつの間にかコロナ対応だったものが、もう気候そのものに対する。そうですね、確かに。8月、9月はもうちょっと怖くて、スケジュール抑えられないですね、もう。いや、それはちょっとありますね。なんかまあ、それも、だから本当になんか、多分ちょっとダースさんの話ばっかりあれですけど、なんかネイキッドロフト、横浜ネイキッドのイベントとかは、あれは出られたのかちょっと僕も不確かなんですけど。あ、横浜でもダースさん出るっていうあれだったんですか？なんかあったんですけど、なんかズームで参戦したみたいな。なんかそんなのも確かあったの。逆にダースさんはお家から、それ体調不良もあってだと思うんですけどね。なんか、だからいろいろ大変だけども、そのコロナ禍でいろいろあった、あれは、まあ、生かしてるって言い方は変かもしれませんけどね。演者さえつけばもちろんあれなんですけど。別にズームでもいいんですよ。これ遠距離さもズームですから。いるからの場合はやっぱりダースさんと同じ部屋にいて、そうです。やつぎ早にこう、くだらねえ話がどんどん浮かぶっていう、同じ空間にいるっていうのを大事にしたいので。あとね、やっぱり、ね、本当同じような話ばっかりかもしれない。ダースさんがね、こう、目くばせを、ちゃんとね、もちろんコメント欄もそうですし、鹿島さんとこう、ちょっとこう、鹿島さんと鹿島さん後ろにいるじゃないですか。パイロットが後ろ確認するみたいな。みたいな。機関士が後ろにいる昔のね、昔の飛行機みたいな。あんな感じの、あれもやっぱり呼吸だと思うんですよね、やっぱりね。っていうことは、やっぱり同じ場所にいるのが、ベストじゃないかななんて思いながら思いますけどね、本当に、ね。確かにコメント欄はね、ダースさんが、そう見てる感じですね。僕はちょっと読めないんですけど。遠いですもんね。前も話したけど、ただ反応があるのはなんか文字の動きが早いなみたいな、なんとなく後ろでもわかるわけです。そう。あそこでもね、ちょっとこう、僕はたまにしか見れませんけど、ライブで見ると、やっぱ皆さんね、鹿島さんとかとダースさんと一緒で、こう、合いの手っていうか、面白いことをみんな、一生懸命言ったりとかね、言ってるしたり、面白そうにやってますね、皆さんね、本当に。それで僕、ある種ネタがけじゃないですけど、例えばこっちのネタとこっちのネタ、じゃあ、金曜日ですけど、やって、で、土日で、例えばコラムを書くとしたら、どういうネタがいいかなっていう時に、なんとなく探りを入れてやってみると、あ、こっちの方やっぱり盛り上がるな、みたいなのは、ああ、なるほど、なるほど。ダースさんもよく言ってますけど、実験の場でもあるっていうね。そっかそっか。なんかそれもこう、自分で、まあもちろんこう、言葉に出してみてっていうところもありますよね。乗ってくる感じとか、お客様の反応とか。まあそれは確かにあるかもしれませんね。それでネタ出しというか。実験場道場でもあるという。スパーリング場でもある。いや、そうなんですよ。ないとね、やっぱ寂しいって正直思っちゃうんですけど。今週は大丈夫でしょう。ね。まあ今週なんかそれこそ金曜日、日曜日もね、夜からなんですもあったり。もう、夜からも。その、先週金曜日の、その仕事の一つに、夜、TBS ラジオの荻上チキさんのセッションに呼んでいただいてね。ニュース座談会聞きました。はい。で、その時、スタジオに入って、南部さんが。来週か、次の日を楽しみにしてますから、もう南部さんも本当に楽しみですって言ってくれて、嬉しい。もう僕はもうこれだけで出来上がったなと思って、できたなと思って。演じが、で、片桐さんからもう本当にもう、楽しみにしてますっていうお返事をいただいたので。ねえ、ありがたいことで。これだけで皆さん、出来上がってます、もう本当に。別にだから、いい回になりそうですね、なんか。そういう。だから、またちょっと違った。狙いというかイメージとしては、ワイワイしながらも、実は大事な話がポロポロ出てくんじゃないか。だって、そうは言ってもニュースに毎日接している方ですからね。しかも現場でね。南部さんも片桐さんもね。だから、やっぱり僕らでは気づかないニュースの視点とか、あと、二人それぞれキャリアもあるので、はいはいはい、こういうニュースに実は詳しい方なんだとか、うん、僕はそこら辺を実は狙っているんですよ、ね。そうですね。はい、ニュース座談会でもやっぱりもちろんニュースの紹介もありますけど、はい、皆さんのこう、ご意見っていうんですかね、こう、投稿のメッセージとか、たくさん南部さん読み上げられてるけど、やっぱりいろいろ感じることもあると思うんですよね。進行が、あるからいちいちは止められませんけども。なので、毎年暮れにね、荻上チキさんをお招きして暮れなんでやってますけど、はいで、もちろんチキさんはそれまで、その、評論家、まあ、はい、僕はジャーナリストと言ってもいいと思うんですけど、そういった活動をご自分でされてますから、で、ずっとね、本も出してますから、当然いくらでも喋れる方なんですよ。いや、そうです。だったらそのスタジオで一番詳しい方なんですよ、多分、その、ね。だけどやっぱり MC に回るっていうことは、じゃやっぱり、その自分がこう、いろいろ人に振っていくっていう立場でもあるじゃないですか。コメントは述べつつね。だけどほら、クレナンデスを見ていただくと、その、チキさんがもう喋りとして、フル回転、もう、リミッターを外してっていう場をやっぱり楽しんで皆さん、だからこれ恒例になってるんですけど、その普段 MC の側の方が、こう、リミッターを解除したらどれだけ喋れるのか面白いのかっていう、はい、そこって絶対見どころの一つだと思うんですよ、ね。あと南部さんとか、片桐さんも同じことが言えると思っていまして。そうですよね。そこ実は見どころなんですよ。まだこれ、今週の昼からなんつ前ですからそこは言ってないんですけど。はい。まずこの木曜日の、木曜日でちょっとこれね。おじさんで。試運転を。今までは、だからジャーナリストの方とか専門家の方っていう、最初から、あ、このテーマについては喋れるんだなっていう回が多かったんですけど、今回はワイワイしながらも、そうですよね。なるほど深いなっていう、そういう、なんか、新しい夜からなんですのスタイルね。まあだから井上咲楽さんもそういうパターンで、ね、ご好評いただきました。面白かったです。僕らはやっぱあの人、あの方、そりゃ詳しいだろう、選挙にはって、現場で見て知ってますから。ね。いや、本当に本当に。ね、そうですよね。そういう場面があってもいいじゃないかっていう選挙特番ばっかりじゃないですか。ワイワイも大切にしたいので、お二人を招くっていう。なるほど。パーソナリティ大会にしてみました。だから、絶対これは、面白くなると思いますよ、8日。楽しみですね。もちろん現場に足を運べる方はね、ぜひ行っていただきたいのと、チケットがまだあるかな ?5 月、木曜日ですけどね。ぜひ行っていただきたい。あと、南部さんがね、やっぱそのニュース座談会でも、鹿島さんの、許可局好きなんだなとか、長野の出身の方の、お手紙を紹介してる時とかもね、なんか、鹿島さんが長野ですねって振ってくれたりとか、僕あれ3回ぐらい聞きましたから、あれ。そうです。僕あの時、東京人のふりしてましたから、ちょっと反応が1秒遅れたんですけど。あ、長野のニュースなんだみたいな。人のように言ってましたけど。そうでしたけど、南部さんのこう、同じ同郷の方ですねっていうのを、遅れました。あ、長野の方ありがとうございますみたいな。そう。しっかり東京人のふりしてます。そう、急なふりでしたからね。いや、だからそれがね、鹿島さん愛とか許可局愛みたいなのも少し、感じたりしました、私なんかだとね。だから、この間、口笛おじさんの話したら、青木治さんが実は、口笛おじさん説っていうのがあって、青木さんゲストの時、南部さん、口笛おじさんの巨額の T シャツ着てるんですよ。はい。こういう楽しみ方、もう、だから南部さんもね、サインを送ってるわけですよ、もう。なるほど。すでにね。なるほど。あ、それがこれ楽しみ。話もゆっくりしてみたい。ね、バイバイとやっていただき、これぜひね、概要欄みたいなのがありますので、私またリンク貼っときますので。ありがとうございます。いや、本当楽しみですよ。だから今週末の昼からなんですからの夜からなんですっていう。まあちょっと、ね、ちょっと。なんだろうな、僕にとっては本当に好きな場をね、やらせていただいてるっていう。いや、楽しみな、ね、場所ができて本当に。まあ自分が一番楽しめば、まず、ね、お客さんも楽しいだろうなっていう。そうですね。ぜひとも阿佐ヶ谷ロフト、もしくは、配信チケットもありますのでね、皆さんチェックいただければなと。鹿島さんほんでちょっとね、やっぱりもう恒例ですから、もう9月に入りましたので、今年の簡単な振り返りをしますか、鹿島さん。僕はね、やっぱ重大ニュースで言うと、これやっぱりミスさんも言いますけど、台湾総統選ですね。あれは、もう今年1月初めに行きましたから、でもやっぱりこの1年ね、うん、もう9月ですけど、この1年重大ニュースの中には入れたいですね。台湾総統選というのも社会的なニュースでありつつ、うんうん、そこに行ってみて、うん、台湾楽しかったなっていうのは大きかったです。ね、いや、もういろいろ、まあ、去年の暮れぐらいからね、そんな話いただいて、はい、まあ、実際、ああいった形になって、僕もイベントもね、その後、台湾なんですもあってというところで、はい。そうでしたね、あります。今年大きな、私も一緒にできたということで、嬉しかったですね、まあ、あれね。それはだから、台湾県はプライベート的ニュースでもね、大きいのかなと思いますね。近距離おじさんもね、撮らせていただいたりとか。プライベート的ニュースだと何ですか、ミスさん的には。僕僕もちょっと振り返ってたんです。まあ、いろいろね、いいこと、悪いこと、悲しいこと、楽しいこと、いろいろありますけどもね、そうですね、私はね、今振り返るならば、5月、まあ、4、5、6かな。はい。C5、6は、まあ、台湾の話になっちゃうんですけども、まあ、向こうって契約大体1年なんですよ、賃貸だと。はい。はい。こっちだとね、2年更新とかっていうのが多いのかなと思うんですよ、うん、日本だとね。1年なので、それが慌てて更新をしなきゃいけないっていうか、その空白を作れないので、うん、どっか荷物置いとくってわけにいかないと、やっぱね、こう日本でもそうでしょうけど、すぐ決めなきゃいけないかって、ちょっと失敗したなって思いもありながら、まあいい勉強になったな、まあ大変でしたけど、引っ越し自体がね。うん、重大量の中では入ってくる。重大ですよ、それ。意外とやっぱりね、難しかったです。やっぱりその物件、やっぱりね、そう、もう細かいこと言うと、やっぱ今だと日本人の方の仲介するような不動産屋さんとちょっとやり取りをしていて、うん、まあ勝手が違うんですよ。日本とはちょっと申し訳ないですけどね。うん、だからやっぱり現場見てとか、そのお金のやり取りとかも含めて、あと、その後のなんていうんですか、ケアって言ったらあれですけど、はいはいはい。いろいろ不具合があったりとか、トラブルというんですかね。まあそういったところもね、やっぱうまくコミュニケーションできなかったりとかね。うん、で、まあ大変でしたね。まあ今もちょっと実際ちょっと大変なんですけど、うん、結構大きいですね。ね、家賃なんかもね、向こうの、もちろん振り込みをするんですよ。向こうの銀行で。だから向こうの口座を作って、郵局の口座を作って、うん、入金してもね、なんか、大家さんからね、振り込み先が違うとか、振り込んでないよとか、もう平気で言われたりとかね。いや、それ聞いてない、うん、それ聞いてないよみたいな。これ人によりけりなんでしょうけど、当たりよりけりというかね。いや、だからさっきほら、プロ野球選手の移動の話して、マネージャー、裏方の方がいかにすごいかって話したじゃないですか。でもう一方、僕好きなジャンルでは、ほら、プロレスがあるじゃないですか。あります、あります。プロレスって、例えば海外、メジャー団体、まあ WWE とかいろいろあるんじゃないですか。ありますね、今。それ昔からなんですけど、海外武者修行でもそうなんですけど、全部一人でやんなくちゃいけないんですって。あ、そうなんです。あ、ま、中に。で、しかもほら、アメリカとか行くと移動がまず仕事みたいな。そう、そうですよね。日本の何倍もあるじゃないですか。だから。あります、あります。もうだから、一晩かけて車、レンタカー借りて、次の会場まで移動するっていうのが普通なんですって。実はだから最初は、向こうのレスラーとちょっと仲良くなって、一緒に乗せてもらったりとか。でもその、チケットの手配とか、ホテルの宿の手配とか、もう全部自分でしなくちゃいけない。うわー、それは、大変ですね、なんかね。だからそこでそうやって鍛えられていく。で、それが昔だけの話かと思ったら、この間ほら、今 WWE で日本人選手としても、これ、成功してる中村慎介さんっているじゃないですか。はいはい。名前ぐらいは私も。あれ、確か、オードリーのなんか番組出てたんですよ、オードリーさんがね。そうですか、テレビから。そこでしたら相変わらず、いや、それはもう一人でやってます。そうですか。誰もカバーしてくれないから、もう周りがそんな助けてくれるなんていうあれはないから、もう全部自分で移動してっていう、そこはやっぱりいくらメジャー団体でお金が豊富でも、選手任せなんですって、やっぱり。あ、そう、契約なんかもそうってことですか？例えばその試合の、そのギャランティーっていうんですかね。それはきっちりしてるんじゃないですか。あ、そうか、そうか。そこはまず移動して。スケジューリングみたいなのが。そう。でも一方で、週末にそのテレビマッチとか全部組まれてるんで、意外と週の初めは家にいるっていう。週末は全米を移動するんだけど、みたいな。これ未だになんだなと思ってて、だから結構プロレスラーってね、今日本のからどんどんこうチャレンジしてますけど、できますそんなのだって。まずそこからなんですよ、だから。それができる人が、多分、向こうで持ってる。ね、うん。まあ、もうやるしかねえみたいなことでやるんでしょうね、多分。これやっぱり、ジャンルの違いですよね、なんかね。野球とかだったらね、やっぱり集団行動だから、たまに、チームで一緒に移動っていうのもあるんでしょうけどね。いや、そうですか。いやいや、そういうね、また指摘は。ミッツァの今の話も、それを思い出しましたよ。だから、ずっといるわけじゃないのでね、行ったり来たりの中でね、こう、やってましたけど大変でしたね、なんかね。中村選手もその、要は、不動産の契約とかも全部自分でしなくちゃいけないし、なんかこうね、ネット周りも何も全部自分でやるみたいな、契約で調べてみたいな。それだけでもうなんか、いけないなと思いました。いや、いけない。アメリカにはいけないなと思いましたね。レスラーとしてはいけないなと思いました。他だとね、いける可能性ありますけどね。まだプロ野球選手の可能性はありますけど。まあ可能性はゼロじゃないですね、もちろん。契約に全部、役以外のことは、マネージメントしてもらうっていう。そう。だといいですけどね。あ、そうですか。やっぱ大変なんですね。いや、本当に。そう。だから今年、まあ、今、思い当たるのはね、大きな、大変だったなっていうか、まあ、ニュースで言うと。引っ越しがありますね。そうか。プライベート的にもあれですけど、山梨放送のね、キックスっていう午後ワイド3時間半火曜日ずっとやらせてもらったんですけど、まあ10年経ったということで、3月で、今風の言葉で言うとなんか、ね、卒業みたいに爽やかに、まあ辞めさせてもらったっていう、これは大きかったですね。そうですね。いろいろやっぱり、ね、考えてね、悩みましたけどもね。でもあれで火曜日空いたことによって生活のリズムはやっぱり変わりましたね。ああ、そうですか。今まで気になってたこととかをじっくり調べる日にしたりとか、まあこのあれでは何度も言ってますけど、夏前ぐらいからその書籍化の話が複数動いていたので、その作業をやる日にも当てることができたりとか、こう深まる感じがしました。やっていくのはね。で、ありがたいことに山梨放送さんもね、その後7月にプチカシマプレゼンツの映画祭とかもやってください。ありがたいですね、本当に。もう一つ番組があるんですよ、19バツバツ。19バツバツ。はい。これはずっとやられてますもんね。そう、だから俺辞めるって言って、じゃあそれはどうなるのかなと思って、もう判断にお任せしたんですよ。そしたら、いやいや、これは続けてほしい、みたいな。こちらはぜひ続けてほしい、みたいなこと言われたので、あ、そうですかってありがたく。で、まあ、これ、そのうち明らかになりますけど、はい。まあ、ここだけの話って言ってもあれですけど、最初にこっそり言っとくと、19バツバツ今、ネット局が6局なんですけど、10月からもう1局増えます。あ、やった。嬉しい。これ、ありがたいですね。はね、なんて言うんだろう。もともとなんで19バツバツ、鹿島さんもう一本やりましょうよっていうのが始まったかと言ったら。そうですね。はい。はい。なんかほら、あえてまあ地方局って言いますけど、山梨放送からすると東京キー局から番組をね、例えば買って、まあもしくはネットして流すっていう。それだけで、なんかそれだけじゃ面白くないよね、みたいな。いや自分たちで番組を作って、全国にむしろ、こう、買ってもらう、ネットしてもらうっていう、そういうのもやりたいっていうのはずっと言ってて。なるほど。そこで、まあ、僕の名前を挙げてくれて、じゃあ、鹿島さん一本やろうって言って。だ僕としては、その番組の質も大事なんですけど、面白さっていうのも、ネット局をいかに増やすかっていうのがね、これ。そっか。作ったからにはね。その、俺も言いますかね。白羽の矢を立ててもらった、逆にその恩返しもあるわけですよ。これが順調にね、やっぱ6曲って結構ね。そうですよね。もともと。減りもせず、この3年ぐらいずっとやって。しかも僕もちゃんと聞けてませんけど、あれですもんね。毎回テーマがこう、やっぱり、19バツバツのいろいろ、時事だけでなく、いろんな文化的なこととか、いろんなね、もう事件なんかもそうですよね。最近は僕だけが話すんじゃなくて、一緒にやってる海野さんね。まだ僕より全然、当然お若い方ですから、海野さん側からのプレゼンツっていうのも、うん、入れるようにして、うん、まあ、ますます楽しくなってきた感じはするんですけど。なるほど、なるほど。うん、1曲増えます。あ、嬉しいですね、これは、ね。まあ、多分7曲になると思う。だから、もちろんこれ、今の時点では6曲変わらないっていうんで、多分7曲になると思うんですけど、これもだから、いいですよね。うん、いいですよね。そういうお付き合いもちゃんとできてますので。だから、キックスはやめるっていう、まあ、こちらの判断を受け入れていただいて、でもそういうお付き合いも相変わらずしてるので、火曜日は火曜日で空いた時間でそういったことをしてるので。そうですよね。まあまあ、自分の判断的には良かったかなと。良かったのかなとは思ったんですよね。なるほど、なるほど、なるほど。いやいやね、そうそう。まあ、そうですね。今年、なんだかんだでね、お忙しかったですけどね、そういったこう、変化っていうかね。そうなんです。だから今、火曜日がね、深まる作業をしてるって言いますけど、これも、実はまあ皆さんもいろいろご経験あると思うんですけど、じゃあこの日開くなと思って、ずっと開くわけじゃないですか、意外と。なんかまた変われば新しい動きがあったりするじゃないですか。そうなんですよね。不思議ですよね。むしろじゃあ今まで、火曜日が塞がってたら、この作業いつやればよかったんだとか、なんか、時もあるし、まあ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 、だから、いろいろ考えて、ね、そうですね。そのペースを作っていくっていうので、まあ正解だったのかなと思います。そうですね。なんかね、もちろんその家族のご時間とか、まあもちろんありますしね、いろいろなね、やり方といいますか。不思議なもんで人って慣れちゃうから、10年今まで毎週火曜日、朝一で行って、夕方、まあ6時、7時ぐらいに帰ってくるっていうスケジュール、普通にこなしてたんですけど、そこから解放されると、月に1回か2回今行くんですよ。それが結構、大変だなと思って。人ってどんどんなんかこう、楽な方に流れますよ。なるほど、なるほど。慣れちゃいますよね。まあまあまあね。まあずっと。だから今そういう、そうですよね。なんで、まあちょっとそういうのやらせてもらって、もう一回その、ね、毎日移動も含めてっていう時期があってもいいのかなと思うんですけど。そうですね。その通りです。またね、また話が変わっていろんなことがまた起こるかもしれませんしね、その時間とかね。いやいや。別に僕大御所じゃないんでね。別にもうなんか仕事を選んでゆっくりしてっていうモードではないことは一応言っておきたいです。まあ、たまたまこの1年はそういうふうにしないと思って、この1年2年してるだけで、はい。あと、あれですね、鹿島さんのちょっとこれはまあ重大ニュースじゃないんですけど、先週の動きとしては、ほら、BS の、朝日です。あれも、YouTube の方でね、見れるように、鈴木哲夫さん。すぐ、今、番組終了後、そうなんですよ。2日ぐらいで、ね、やっぱりネット配信。早いですね。どこの番組も今そういうふうにしてますね。テレビもラジオもある程度。そういう情報系の番組はね。そうですね。そうそうそう。許可局のね、Spotify の配信はちょっと遅いかなって勝手に思ってますけど、もっと早く聞きたいみたいな。まあ、ラジコでね、聞ける方いいんですけど、台湾だとラジコ使えないので。聞けないんです。国際的なことを考えるとね。そうなんですよね。まあもちろん聞いてる。だから、Spotify 楽しみにもちろん待ってるんですけど、早いですよね。なんか、それこそ、この永田哲夫さんの鈴木哲夫さんの永田町ショータイム。リアルタイムに間に合わなかったりとか、録画も間に合わなかったりってあるじゃないですか。あります、あります。そうそうそう。NHK でもなんか NHK プラスって作って早いですよね。早いですよね。ここちゃんと登録さえすれば、見逃し配信とかできますしね。僕なんかもね、台風のニュースなんかはどっちかともテレビをつけない生活になっちゃってるんで、YouTube のニュースカテゴリーみたいなんで見ると、大体こう、まあある程度1時間前とか、早い、アップデートが早いやつを再生してみたりとかすることが多いですね、ニュース報道とかね。オリンピックなんか僕、競技はほとんどなんか見る時間なかった、見てなかったけど、開会式ぐらいはどんなのかなと思って、今まではほら、それに合わせて、録画とか、今はもう NHK プラスだと開会式みたいなのが1週間ぐらいずっと見れたりするじゃないですか。そうですよね。めちゃくちゃ楽ですよね。いや、本当に。実際オリンピックもなんか、もう数年ぐらい前からネットでいかに見られるかっていうのに、シフトしてね。シフトしてますよね。多分そう思いますよね。競技を好きな時に見るっていう。ですよね。それを思います。昔はまだ、ねえ、なんか、学生の頃とか時間が有り余ってた頃とかって、それこそ週刊テレビガイドみたいなの買ったり、で、見たい競技にマーカー引いたりとか、まあこれ、スポーツだけじゃなくてね、自分の好きな番組、マーカー引いたりとか、楽しみでもありました。まあもちろんもちろん。うん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 。そうですね。見たい時に見れちゃうっていう。はいはいはい。土日なんかだと、ナンバーの方だとね、場外馬券場があるので、ウィンズがあるので、早めの時間、朝7時、8時ぐらいに、ドトールとか入ると、一生懸命新聞チェックしてね、競馬新聞。いますでしょ、おじさんね。楽しそうにやってます、チェックを。あれが多分、あれはめちゃめちゃ楽しいんだろうな。あれが多分一番楽しい時間だと思う。そうそうそう。うん。コーヒー飲んでませんから、ほとんど。ホットコーヒー。そう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 。頼んだだけっていうね。場所が欲しかった。僕もたまに予想しますけど。うん。面白いですよね。予想してる時間が楽しいんですよ。やっぱそうですよね。うん。本当に本当に。あれ面白い。当日迎えるとなんかもういいだろうって外れるしみたいな感じなモードになってて。あれもほらなんかこう、前回のレースがどうだったとか、こう、見方を見れば、僕の見方はわからないですけど、いっぱいデータがあるんですよね。こう予想、そこでだけで考えれるみたいな、ね。そうなんです、そうなんです。だから、過去のデータ、もっと言うと、僕なんか過去の自分との戦い予想みたいな感じで、あの時の自分、外れた時の自分はこう考えていたから、その逆をいけばいいんじゃないかみたいな、過去との対話みたいな感じになってる。あ、なるほど、なるほど、なるほど。これが好きなんですよ。そうですよね。そうそうそう。新聞読み比べ僕好きですけど、ああいう予想の読み比べとかも好きなんですよね。あ、この人のコラムは今回いいコラムだな。ああ、そうかそうか。なるほどなるほど。だからちょっといいぞとか。うん。だそのこう、積み重ねみたいなのがそこにこうね、出てきたりするってことですよね、多分ね。あれもそうですね。読み比べっちゃ読み比べですね。僕なんかちょっとほら、学生時代からトースポ買ってるから、もう40年ぐらい読んでるんですけど、そうするとやっぱり、記者の名前とかもわかるじゃないですか。プロレス記者もそうですし、プロ野球もそうだし。もう友達みたいになってくる。うん。最初は競馬面とか見てなかったけど、その見るようになると、あ、この人は、なんか、硬い予想をする人で、この人は穴で、でもたまに来るぞっていうのは、キャラクターがわかるわけですよ。なるほど、なるほど。それ面白いですよね。それも読み比べの一つ。だからこの人そろそろ来るんじゃねえかとか、普段当たってないけど、この人のコラム今回面白いから、あ、これちょっと、参考にしようとか、そういうのをずっと読み比べてる時間が楽しかったりして。うん。ちょっと古いですけど、語り部でね、角島さんの、単独ライブね、2012年ぐらいの話なので、もしかして知らない方も一緒にやらせていただいたとき、競馬のね、話なんかもやってましたね。有馬記念のCM の、さっきの予想するおじさんの、もう極地に行くと、当時ですよ、JRA の CM に、勝つ馬のヒントがあるっていう。それも風の噂ってことですよ。うん、そうですよね。だから、30年前、もうまだネットがない頃ですよね。そうですよね。ただそういう書籍が出て、で、それが、たしなみとして面白いんですけど、やっぱり、それをこう、そうに違いないって信じるおじさんもやっぱりいたんですよね。もちろんね。やり方自由ですからね、かけ方というかね。そういう人の話聞くのも好きだったりして。そうするとやっぱりね、たまにね、その人が言うような感じで当たったりするんですよ。そこがやっぱ面白いところで。そうするとその人はますます信じちゃうわけ。そうですよね。もっと CM 見なきゃみたいなね。だからなんていうんだろう、僕そういうので、なんか情報、っていうのは余裕を持った半信半疑的な立場だから面白くて、その通り。じゃあ逆に、それがもう行き過ぎちゃうと、僕はその果てには陰謀論と直結してる。まあそうですね。最近の陰謀論論議って、僕はある程度免疫ができてるっていうのは、なんかそういうのをたしなんできたからかな。そうですよね。だからやっぱ本当にそうじゃないですか。陰謀論もそうですけど、なんかこう、やっぱこう、家族で決めなきゃいけないこととか、あるじゃないですか、どこで、まあ飛行機何乗るとか、旅行ね、あれもそうですけど、結構、いろいろ情報を鹿島さんみたいにこう入れてると、まあ嘘800だけじゃなくて、いろんなことをね、だと選ぶあれが増えるわけじゃないですか。あれがないと一つになっちゃうみたいな感じはしますよね、陰謀論というかね。だから誤解を招かず、まあ、あえて言っちゃうと、陰謀論って面白いんですよ、やっぱり。そうなんです、気持ちいいです。勉強とか歴史とか体系的に学ばなくても、これって実はこういう、からくりがあるんですよっていう。わかります、わかります。新聞とかテレビでは報じていないからくりが、あって、だから分かりやすい、あ、これが答えなんだっていう。だから体系的に勉強しなくても、あ、そうなんだって一気にこう自分が全部学べた気持ちになるので。はいはい、ああ、そう、そうですよね。気持ちは分かるんですよ。分かります、分かります。だって JRA の CM に、サインがあるって、あ、そういうからくりなんだっていう。酒飲み、酒場で、こう、ワイワイっていうこういう話があってさ、っていうんだったら面白いですけど、そういうことなんだなっていう、それだけを追ってっちゃうと、結局、巨大な陰謀論みたいになっちゃうじゃないですか、なんか。まあ、なっちゃうか、まあ、信じるっていうことになっちゃうんですよね。紙一重なんですよね。だから、いわゆる、だからなんかこう、エンタメ、ヨタ話として、酒場で楽しむネタの一つとしてっていうんだったら、なんかこう、おじさんの深みは出るんですけど。そうです、そうです。それだけってなると。一個ってなるとね。他はもうその、いや、違うんだよ。JRA の CM にこそヒントがあって、だけになっちゃうと、それってただもう硬直した人になっちゃうじゃないですか。そうなんですよね。いろんなことに例えはできると思うんですよね。そう。で、私もね、ちょっとその話で言うとね、この間東京にちょっとお忍びで遊びに、プライベートで行った時に、久しぶりですからね、タクシーでちょっと移動しようかなと。東京をね、品川から、まあどこだったかな、恵比寿まで行くみたいなぐらいで、ちょっとタクシー乗ったんですよ、お昼間に。で、その時のね、タクシー運転手さんも、まあ、とある政党をね、多分すごく信奉されてる方で、もう、ああ、そうですかっていう話をずっと、話聞いてくださいみたいになって、私は誰を応援しているみたいなところの、言ってるね、あれがね、まあまあそうだなっていう、そういうの、もうデータもそうだし、トランプさんの話もそうです、安倍さんのね、もう話もそうだし、いや、あれがもう岸田はなんとかだとかね、もう全部知ってるみたいな感じの話をされて。しょうがないんですね。そうなん、もうちゃんとね、数字とかも出てくるんですよ、パーセントとかも。でも、お客さんに乗っていってるってすごいことですよね。いや、すごいです。でも最後ね、ありがとうございます。こんなに聞いてくださるお客さんいませんって、ああ、僕はね、ああ、そうです、そうですね、とか言いながらね、面白いから。だからね、いつも僕はね、喫茶店でこの話をするとね、みんなから嫌な顔されるんだ、みたいな。お客さんはめちゃくちゃ聞いてくれて嬉しい。聞いてくれる。まあ、そう。客なんだけどな、と思いながら、もう逃げられませんからね。景色楽しみたから、そう、いい天気でね、いい景色見たいな、なんて思ったんですけども、ほぼその話、いや、もう、私はね、みたいなね、いや、これは仕事楽しいだろうなと思いました。結構いいお年。70度ぐらいかなと思って、これは仕事辞めれねえな、みたいなね。だからそれと一緒とは言いませんけどね。あまりこう、ちょっとこう突き詰めるとね、難しい。信念があるんだけど、信念があるんでしょうけどね。なるほど、こういう考え方もあるのか、みたいなね。がいいのかな、なんて僕も思いながらね。そうそう。まあ信じるのは、まあ確かに面白いですしね。あと本当に。そう。それは都市伝説とかもね。面白い。なんか、最初はエンタメとしてすごい面白かったけど、やっぱりなんか、これって、やべえんじゃねみたいな。もう、表裏一体じゃないですか。なんかね、ちょっとそういうところで言うと、こう、なんかこう、みんなの受け止めるこの器がちっちゃくなってる感じはしますよね。なんかもう、それをポコッとはまったらもう終わりみたいな感じになってて、こう、いっぱい前はね、いっぱい落ちてきてたと思うんですよね。この自分の皿に。で、それを取るみたいなところはあったのにな。一回都市伝説的な番組出たことあるけど、最近はいいやと思って。そうですよね。なんかね。あれなんかちょっと違うなと思って、なんかエンタメとしての、なるほど、みたいなのがもう、なんか感じられなくなっちゃって。そうなんです。そう。ね、の番組だけじゃなくてね。いや、だから本当に鹿島さんが許可曲だけを聞いてて、もう鹿島さん本当にスピリチュアルに、すごい詳しいんだみたいになってても、僕も変ですし。行間が読めないと、本当にスピリチュアルの人みたいになっちゃうかもしれない。なっちゃうから、だからそういうのは感じるときありますね、今はね。許可局員っていうのは、そこの行間も、裏も含めて楽しめる。っていう前提で信頼してやってますから、ね。そう。あれはだけど、あえてこう、楽しみに変えるっていうのね。いや、いいなとは僕も思いますけど、あれかな。やっぱ、大人かどうかっていうのは、それは。ユーモアとか、行間を楽しめるかどうかっていう。そう、ニヤニヤっていう、ね、だから たくさん情報を入れるとか、そのもちろんその競馬で予想するなんかも、うん、やっぱそういうのでこうたくさんこう摂取することで楽しめるみたいな、もう大人のあればあれでいいんですよ、ね、こういうニュースがあったからこの数字が来るっていうのも絶対面白いんですよ、うん、面白いんだけど、それだけになっちゃうと、うん、そうなんですよね、なんか逆に何も見てないことになる、うん、いや本当に本当に、うん、なんかそれは思いますよね、うん、でもさっきの鈴木哲夫さんもね、永田町ショータイム、これ BS、はいはい、これ何でしたっけ、11ですよね。11ね。面白いですよ。あれも、やっぱり、あえてショータイムって言って、永田町って言って、人々が嫌うワードを入れて、うん、でもそこにあるものなんだから、ちょっと、なんだかんだワイワイ言いながら、うん、なんか本質をつけば、だって鈴木哲夫さんが全部知ってるに違いないんですよ。これがやっぱりさっきの MC 論じゃないけど、はいはいはい。これどう思うわけとかわざと振ってくんだよね。なるほどね。この面白さです。うん。そうだから、ここで振ってきてどういう答えをするかによって、哲夫さんはちゃんと全部知ってる人だから、試されてるなっていう場でもあるんですよ。なるほど。で、ほら、今回自民党総裁選のね、過去のやつとかも映像も交えながら、ご紹介してたりして、非常に見応えもありましたし、はい、あと、こぼれ話もね、前回から、あれですけど、YouTube 専用で、そうです、そうです。ね、ゆっくりお話ししてるのもあったりするので、はい、ぜひね、はい、YouTube これぜひチェックしていただきたい。ご覧ください。あとね、一個だけ思ったんですよ。鈴木哲夫さんが今回 PK さんと呼んだり、はいはいはい。あと、プチさんって呼びますね。はいはい。あれ、鹿島さんじゃないんですね、と思いながら、今回思いました。もう人も許可局員であること隠さなくなってきましたね。そう、そうなんですよ。PK どう思うみたいな感じで言ってて。どう思うって。それマジで。どう思ってんのか。そうなんですよ。俺もそこ全然気にならずに普通に答えてたから。そう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 。僕ね、今回ちょっと面白かった。あれ、なんか、はい、牧田さんと喋ってるみたいになってるなと思いながら。そうそう。だけど楽しそうでしたけど、やっぱり哲夫さんがね。いや、面白い。ぜひチェックいただければなと思います。はい、ありがとうございます、鹿島さん。長々と。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。大阪にいます。はい。ありがとうございます。